ジャパナビ、もう一つの旅物語。和歌山、三重、そして名古屋までレンタカーで一周。ジャパナビ、紀伊半島アドベンチャー第2弾、和歌山、三重、大発見第3章。先週は和歌山城で甲冑体験、そして黒潮市場で和歌山名物の絶品シーフードを堪能。今週は和歌山市を離れて車で約45分、山間部の日高川町へ。この地域が力を入れているのは日本の田舎体験。まずは長岡さんの農園でみかん狩りです。おい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 、おい、10名や。なんで拾ってんの？みかんじゃん。うん、みかん。なんで拾うの？これまさかピンデイワンガム、香港ピンデイワンガム、日本もにピンデイワンガム。なぜかというとね、はい、この辺和歌山のみかん有名でしょ。和歌山のみかんは超有名だから、あちこち落ちてるんだよ。ほらほら、超ほら超集中。なんだよそれは。木から落ちてきて小鳥が食べるものです。鳥が食べるの？そうだよ。動物とか。じゃあ人間の食べ物は？人間が食べるものはあちら。あ、本当だ、みかんの木がいっぱい。わあ、すごい綺麗。これ、はい、もしかしてこれ取り放題ですか？取り放題かどうかは、うん、長岡さんに聞いて。長岡さん、こんにちは。こんにちは、はい、これはやっぱりなんか、はい、これは食べるものですか？いやいや、これはあの商品にならないみかんなんで、うん、下に落としてるんです。小鳥が食べる分です。小鳥が食べる、はい、わかりました。じゃあ人間の食べ物はなっている分です。これなっている分、カモン。50に取って食べていただいたら。取り放題？本当に取り放題です。カゴもありますが、カゴもできましょうか。あ、カゴ、カゴお願いします。はい、はい、どうぞ。あ、ありがとうございますよかったね。お、かわいい。なんかちょっとね、取り方わかります？取り方わからないです。チャッパの少年みたい。チャッパ、取り方説明しましょう。はい、お願いします。僕左利きなんでこっちなんですけども。あ、左利き。これを引っ張らないで長めに取って、もう一度ここで切り直してください。おー、トーン。これを看護へ入れてください。はい、入りました。え、これ選び方とかありますか？一応まあ、色のきたような、はい、皮の肌の柔らかそうなやつが美味しいです、うん。みかんの季節っていつですか？普通だったら11月の末ぐらいからお正月まで。ちょっとしか取ってないのに、もうすごい重たい。はい、ドン。わあ、多いね。綺麗でしょ、レイヤー。すごい、せっかくだから、はい、食べようよ。食しよう。うん、甘い。なんか元気になるわ。うん、すばさあまりないね。うん、なんでこんなに美味しいんだろうね。いい質問だね。うん、なんでそんなに美味しいですか？わ、神様に聞かれて長岡さんに聞こうよ。あ、そうだね、お父さんの方がね。うん、この甘さの秘訣はやっぱり土ですか？そうですね、うん、土と、あと肥料ですね。肥料、いいね。あ、そうなんだ、うん、それと長岡さんの愛情ですね。そういうことです。いいこと言った。私今いいこと言った。いいこと言った。ちなみに、あの、取る制限ありますか？時間の制限。時間の制限はないです。ないんだ。おいしい。ずっと取り続けていいんですか？お腹いっぱい食べてください。じゃあいっぱい取らないと。頑張る。取ってきては？レレ、いっぱい取ったの？一個？そうだよ。何にやってんの？いっぱい取らないと。肩凝ってるもん。肩凝ってるじゃないよ。同じじゃん、あなた取ってんよ。はぁ、同じじゃないんだ。もう一緒に頑張るよ。肩凝ってるのに。みかん狩りの後は、この町の新しい観光プロジェクト、誰でも楽しめる民家宿泊体験。それでは、川見さんのお家へお邪魔しまーす。雨雨うれうれ母さんが、ただいまー。おかえりなさい。なんでそういうこと言うの？あなたのお家ですか、ここ？違うよ、うん、ここは農家のお家。なんで農家のお家来るんだよ。私たち旅中だからね、もう時間もったいないよ。早く行こうよ。そんなことないよ。なんでこの和歌山の日高町、このエリアは、うん、結構ね、農家とかに実際に泊まってみましょうっていう体験をしているお家がいっぱいあるんだって。そう、じゃあ中の感じはどういう感じですか？おんちや。さあ、感じ見ましょう。じゃじゃーん、入ってきました。はい、カムサイエル。まあまあお、無理や。こっち。あ、こんにちは。こんにちは。
これじゃー広い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 ジョッキングできる本当にお家ですねそうよ普通はここはあの泊まらせてもらう時ってこんにちはって来て、うん、その後どういう感じになるんですかで荷物置いて、うん、もう子供たちやったらすぐまた向こうの畑まででそこで収穫収穫、うん、収穫して収穫いろんな野菜を収穫して持って帰ってきて料理に入れる、うん、夕食の後はあとはねトランプしたりテレビを見たりお風呂に入ったりあー楽しいですねもしかしてまた持ってきますかマージャンもできるねへーいいですねということはここは、はい一般的な日本の家ですねそうそうそうわざとお客さん泊まらせるように回答はしてないですよねしましたあじゃあぜひ見てみたいですねいろいろあお風呂だうわどっから出たお風呂ですどうも何やってる、ね、日本のお風呂はね実はね深いんですよでなぜかというとねカッターねここまでしないと疲れが取れないんですよ知ってますかおちよあと、これは何ですか知ってる知ってるよ知ってるおおだだーんリーさん、うるさいからね、ちょっと確認ポイしよう本当にはこれはお風呂のカバーでこうやって使わない時に蓋をしておくことでお湯の温度をキープしておくことができるそういう便利グッズですだいたい日本の家庭にはどこにでもあるもう、すごい便利、これはもう一般的な日本独特のものですねえ、ジェムあや、正常だあらおー部屋ですわっ広っおっおっわーはいワン、ツー、フリーダン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 シーンがここは、本当はお客さんが泊まる部屋です寝室そうですか、うん、だからちょっとホテルとは違いますね全然違う、本当に普通のお家だねよくね、香港の友達に聞かれてね電動に泊まりたいんですよ、とか電灯あるよここにほらおここですよ電灯やはい押し入れという、うん、どうしてもここに泊まりたければお布団出してもらって泊まってもいいよこの感じですか泊まりたいのあそんな感じこれがドラえもんこういう体験はなかなかできない貴重な体験だと思います日本の普通のお家に泊まることができる素晴らしい体験あ出てきた呼吸できないお腹すいたはお腹すいたのそうだよさっきねキッチンでね、うん、なんか作ってくれるみたいでしょもしかしてうちの夕飯まあやまーいやーちょっと食べようよ、ずうずうしくないそんなことないと思うよお腹すいたお母さんはいもうできてるよちゃん長いこと待ってたんよありがとうございますすごいこんなにえ、これ私たちのために作ってくれたんですかそうそうお母さんが作ったんですかそうよ外国の方とかも来たりとかもうたくさん来はるよたくさん来はる、うん、でも言葉とかはお母さんどうするんですか私、うん、中国の人は中国語で挨拶するよ、はい、挨拶するあニハオニハオニハオシンシュファンおー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 じゃあこれからたくさんの香港の人たちが来ると思うので日本の田舎の体験をさせてあげてくださいよろしくよろしくお願いしまーすマジソヨーバンジョーノバンジョーおいしい来週は1、2、3、4、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 
3番あった猫。正解者の中から抽選で3名様にココアピーナッツクッキーあった犬の鼻くそをプレゼントします。応募用紙は www.jptime.tv 番組ホームページに掲載しています。締め切りは2013年11月24日午後17時。当選者は2013年12月1日に番組および番組ホームページで発表いたします。
皆様からのご応募どしどしお待ちしてます。番組の特集内容やもっと詳しい情報は放送終了後に番組ホームページに掲載されます。アドレスは www.jptime.tv。 アクセスお待ちしています。また来週お会いしましょう。素敵な1週間を。